かと、ずっと気になってたんだけど聞いていいか？なんだよ、水臭いな、どうしたんだい？いや、な。何か深い事情があるかもしれないからあれだけどよ。お前、いつもそうなのか？違うんだ。数週間前までは本当にそんなことなかったんだ。まさに両手に花状態だな。くっそ、専属新鮮員を愛さないとダメってこういうことか。その、なんだ。頑張れよ。修羅場になりそうになったら連絡してくれ。ちょっと席を外すから。その時は俺も失踪するよ。あ、俺意識してる。サイトですよご主人。俺、桜花の看病に行くから。ごめん、もう少しで衣類関係をメリアに任せるから、それまでお願いします。ああ、お前も頑張れよ。あの二人だからだろうな、羨ましいというより同情するぜ。バイス好きコンビ。とまあ、下ではそうなってるんだよ。せっかちゃん、夢叶ったから今まで溜まってた分感情が爆発してるんだろうね。ツンデレのデレ 100% みたいな。まったく、人の目を気にしてほしいぜ。そういえばせっかに夕方呼ばれた件、行くんだろ？うん、私、限界で気を失ってから、まだ一度もせっかちゃんと顔合わしてないんだ。そうだな、結局その約束もメリアさんが伝言で言いに来たんだろ。なんでちゃんと面と向かって言ってやらないんだか。気まずいんだよ。私たち双子だから、そういうところは分かっちゃうんだよね。気まずい、なんで気まずいんだ。さあ、でもあのせっかちゃんがここまで私と顔を合わせたくないってことは、よっぽど大事なことなんだと思うんだ。さすが双子の姉妹ってところだな。養子とか専属人の件は黙ってろって言われたが、多分その件だと思うんだが。まあ、無理するなよ。うん、みんな心配しすぎなんだよ。でもかなめくん、ずっとそばにいてくれるよね。はは、やることなくてな。一緒だね、あははは。せっかちゃん、本当どうしたんだろう。せっかちゃんが負い目に感じることなんて何もないのに。むしろ私の方があの気まずいくらいだよ。今日は少し冷えるな。よく考えたら私外に出るの4日ぶりかも。帰ってきてからたるんでるな私。幻想郷に来る前はずっとゲームとかばっかりしてたのに、こっちに来て使用することが当たり前になってる。私も幻想郷に来て成長したってことかな。パトもせっかちゃんもすごく成長したんだもん。私も成長してるはずだよ。うん、うん、待たせてごめんね。どうしよう、ずっと会ってなかったからどんな顔をすればいいかわからないよ。せっかちゃん、怒ってるのかな？でも私はそれだけのことをしたんだもん、仕方ないよね。本当は一番に話したかった。でも私自身勇気がなくて今の今までずっと言えなかった。それどころか桜花のところに一度も行けなかった。ごめんなさい。ずっと桜花を心配してた。だけどそれ以上に怖かった。今までとは違う姿、境遇、人ではなく神になったこと。それを桜花に伝えるのが怖かった。それはもう、桜花とは違う道を歩むことを示していたから。もう同じ道を歩けなくなったこと、現実を突きつけることだから。せっかちゃん。私ね、前回で頭を貫かれた後、パトが私のお守りに反応してあの場所に現れたの。私が敵にやられた後の話だね。うん。それで私はどうせ死ぬならパトに思いを伝えて死のうって思って、その気持ちでパトにキスをしたの。嘘、大胆だね。うん、最後かもって感情が勇気をくれたのかもね。それで私はパトの専属神になったの。キスして専属神になったの。それもあるけど、メリアちゃんが教えてくれたの。私のお守りはそもそも私を専属神にさせるものだったらしいの。それでそのお守りが専属神として認める条件が、心の底からパトを愛して、その心に偽りがなければ証は反応し、持ち主は専属神となる。つまり、せっかちゃんのパトに対する思いは本当だったってことだよね。素敵だよ、せっかちゃん。私、わかっちゃったよ。せっかちゃんは、私にお別れを言おうとしてるんだ。専属神になったからもう私と同じ道は歩めないって。バカだな、私はちゃんと笑顔で見送ってあげるのに。本当、いい子すぎるよ。せっかちゃん。ねえ、桜花。どうしたの、せっかちゃん。私を、見て。どうしたの、改まって。これが、今の私だよ。桜花。あれ？おかしいな。いつか離れ離れになることは理解してたし、その時が来れば私は笑顔で送ってあげようって思ってた。さっきもずっとそう思ってた。桜花。でもなんでうまくいかないんだろうね。
涙が止まらないよ。綺麗だよ、せっかちゃん。本当に。王家。夢、叶ったね。うん。私は応援するよ。だから私のことは気にせず前を歩いて。うん。私も私なりに、前に進むから。ありがとう。ずっと一緒にいてくれて、本当にありがとう。私、頑張るから。せっかちゃん。私こそ、ずっとこんな私と一緒にいてくれてありがとうね。私たち、双子だから、ずっと一緒にいることが当たり前になってた。そうだね。ずっと一緒だったもんね。私、ちゃんと成長してくるから。私だって成長するよ。お互い頑張ろう。そうだね、これは成長するためのお別れ。だから次会うときはきっとお互い知り得なかったことを見ることができるよ。私は本当に、いい家族、いい仲間に巡り会えた。私は本当に、幸せなのだ。今頃せっかたちはうまくいってるかな。大丈夫ですよ、大花ちゃんとの信頼、絆を考えたら。でも話を聞けば聞くほど、昔の俺ってすごかったんだな。今の俺じゃ到底たどり着ける場所じゃない。そう痛感させられたよ。そして私たち専属神話ご主人に一生の忠誠を誓った神、それは人間の結婚を何十倍も厳しくしたような契約です。その契約に、せっかは同意したのか。はい、せっかちゃんには迷いはありませんでした。だからこそ専属神になれたのです。それは私自身も認めています。専属神は一度契約したら一生解除できないもの。ずっと、俺が死ぬまで一緒にいるんだ。だからこそ、今の専属神、そしてこれからできる専属神たちを絶対に幸せにしよう。今俺の専属神は3人なんだよね。はい、今ここにいないアリシアは、ご主人の帝国の支配者代理をやっているでしょう。ですがご主人の代わりということは、周りは、帝王神候補や神王の相手をしています。ですので、私たちは一刻も早く、実力をつけて、帝国に一度帰る必要があります。そうだね、そういえば旅に出る行き先は考えてるの。はい、まずは専属神に向いている子を私は知っていますので、まずはその子に会いたいと思っています。メリアの推薦か、それでどこに行くの？七神社です。ねえ、メリアとせっかに聞きたいことがあるんだけど。どうしたんですか、ご主人。主になった途端、私たちのスリーサイズでも聞くつもり。興味ないよ。なんで興味ないのよ。そんなことじゃなくてさ、俺が精神崩壊してる時にさ、話してたよね。ご主人のご主人に申し訳ないとか、パトのパトに人権はないとか、はーく。他にもいっぱい頭撫でられたり、いろいろされたわけなんだけど。そうねー、ボディチェックは必要だよね。ねえ、メリアちゃん。そうですね、専属神である以上、ご主人の健康チェックは大事なお仕事です。それで本音は、変わりたかった。欲求を満たしたかった。欲望に素直でよろしい。怒ってます、ご主人。いや、あれが普通なら受け入れないといけないのかなーって。普通、ではないわね、多分。そっか。つまりこいつら、ただただ俺の体触ってただけか。どうしたの、パト。いや、なんでもないよ。もうしませんから許してください。ねえ？わかったよ。嬉しいやら、悲しいやら。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。